オーギュスト・ブルノンビル、1841年、オーギュスト・ブルノンビルは、デンマークのバレーマスター、振付屋、ブルノンビルメソッドとして知られる、独特のバレエメソッドを創始した。オーギュストは、アントワーヌ・ブルノンビルの息子として、コッペンハーゲンに生まれた。オーギュストは、イタリア出身の振付屋、ヴィンツェンツォ・ガレオッティに、デンマーク王立バレエ学校でバレエを学び、パリにおいては、 オーギュスト・ベストリスに指示した。1826年にパリオペラ座のダンサーとして採用され、1830年に古国デンマークへ戻って、その後長きにわたってデンマーク王立バレエ団のバレエマスター、振付への地位にあった。その間、彼は50作を超えるバレエ作品を創造した。1877年、健康の衰えとともに王立バレエ団を去り、 1879年、コッペンハーゲンで死去した。1830年6月23日に、ヘレーネホカンソンと結婚して7人の子供を設けたが、2人いた、息子は両方とも幼少のうちに死去した。ブルノンビルのバレエ作品がデンマーク国外で広く知られるようになるのは、第二次世界大戦後の1950年代から、デンマーク王立バレエ団が海外公演で、 ブルノンビルの作品を上演してからである。ブルノンビルの作品でよく知られているものに、ラ・シルフィード、ナポリ、コンセルバトアールなどがある。1841年に6ヶ月の国外追放に処された際、旅行先のイタリアでの見聞をもとに着想された作品である。現在では第一幕にあたるバレエ教室のレッスン風景のみが上演されている。現在は、 この中のパトルのみが残り、世界中のバレエ団のレパートリーとなっている。ありがとうございます。